アゼルバイジャンの出入国員アゼルバイジャンの詐称アゼルバイジャンの詐称政策ではアゼルバイジャン共和国政府がアゼルバイジャンに渡航しようとしている外国人に対して行っている詐称政策について記述する一般旅券所持者アゼルバイジャン共和国詐称免除空港にてアライバルビザ発給可能電子詐称も申請可能特別な状況下においてアライバルビザ発給可能 電子査証も申請可能電子査証申請可能到着前に査証が必要入国禁止下記の9カ国の国民は無査証にて最大90日間アゼルバイジャンへの入国が可能である。下記の国の国の国民はアゼルバイジャン国内の各国際空港にて最大30日間有効なアライバルビザを入手することが可能である。アメリカ合衆国国民は ニューヨークからアゼルバイジャイ航空の直行便を利用する場合に、限り30日間有効のアライバルビザを取得できる。2017年1月から、アゼルバイジャン政府は特定の国籍の国民向けに電子査証制度を開始した。アサンビザとも呼ばれ、最大30日間滞在可能である。電子査証を印刷した上で、出入国地点にて旅券とともに提示しなければならない。 電子座証は3労働日以内に発行される。2018年5月現在、以下の95カ国が対象となっている。2018年5月15日からは、バーレーン、中華人民共和国、インドネシア、イラン、イスラエル、日本、クウェート、マレーシア、オマーン、カタール、サウジアラビア、シンガポール、大韓民国、トルコ、アラブ首長国連邦の国民が、 ヘイダルアリエフ国際空港に到着時に電子査証を取得可能になった。アルメニアとは戦争状態にあるため、アルメニア国民を呼び、他国籍のアルメニア系住民はアゼルバイジャンへの入国が禁止されている。ただし例外も存在し、アゼルバイジャンで開催された2015年ヨーロッパ競技大会にはアルメニアの参加が許可された。アゼルバイジャン政府は、 ナゴルノカラバフ、アルメニア人占領下、ナゴルノカラバフ周辺地域及びアゼルバイジャンの飛び地への外国人の立ち入りを厳しく禁止している。外国人がこれらの立ち入り禁止区域に立ち入った場合はアゼルバイジャン入国が永久に禁止されるとともに国外退去処分リストに載せられる。ありがとうございます。